水古伝水古伝108世一覧表、最新芝進ムは、中国の小説で読んだ駅書の一つである、水古伝の登場人物。天気星の生まれ変わりで、序列は、両山白大獣医の高官。あだ名は小旋風。生まれながらにして高貴な顔つきを備え、見たものを圧倒させる威厳を持つ、面倒見のいい大人。北曹の前代の王朝である甲州の皇帝。 清掃の子である芝清掃末へという設定で、総王朝に禅上した経緯から、子孫である最新の総集横海軍の広大な邸宅は皇帝から短所鉄拳を与えられており、一種の違い方形を認められ、様々な触覚が養われていた。そのため東京村の町外、条件の総庫と並ぶ人格者として男気を称えられていた。 特に両山伯のメンバーの中では、林中、竹松、双光、力、石油などが最新の屋敷に一時期世話になっている。水古殿の原案の大層戦は維持では、黒旋風、力の次に並ぶ力の弟分として設定されていた人物であった。水古殿では、設定が甲州王朝の子孫となりあだ名の由来は不明になってしまった。 総集横海軍に大邸宅を構えていた最新は、トーチェル罪となって送られてきた林中をもてなす。童貞に触覚として滞在していた、高慢な公共党に、防術勝負を挑まれ、いとも簡単に勝利した林中を喝采し、以来信仰を結ぶ。林中が高級からの資格を殺し、お尋ね者となった際も屋敷のうちにかくまった。また、力自慢の竹松や誤って、 殺人を犯した僧幸が最新を頼ってきた。二人は誤解から喧嘩を始めるが、最新の仲介で意気投合し、義兄弟のちぎりを結ぶ。さらに、両山泊に入った僧幸は、同郷の主導を両山泊まり入りさせるため、弟分の力に主導の主人である、総州の地府の息子を殺させる。激怒した主導は力に深い恨みを抱いたため、 ほとぼりが冷めるまで、力は、最新の屋敷へ預けられることとなった。しばらくして、江東州に住む最新のおじの芝工場が、江東州の地府の高連の議定である、インテンスズに脅迫され、庭園を奪われた挙句に殺された。さらに最新が、おじの仏事を取り仕切っている最中、インテンスズは、屋敷の明け渡しを迫ったため、最新に付き添っていた力がその行為に起こり、インテンスズを殺害。 最新は、港難を避けるため、力を両残泊へ返した後、役所へ届けて、弁解を試みるが、親族を殺された、高連は聞く耳を持たず、最新は捕らえられて拷問され、陰天鈴殺しの濡れ衣を被せられて、死刑囚用の牢に入れられた。力から天末を聞いた、両残泊の人々は、最新救出のため、双方を総対象として高等州へ攻め寄せた。 幼術を操る高連の前に手を焼くも、同日の高尊勝を呼び寄せて、これを破り、高等州を陥落させ、最新救出に成功。最新は、そのまま両三泊入りした。町外の死後、総方が両三泊の首領となってからは、最新は、五軍の際の守りを務めた。北京の大商人のロトシヨシを仲間に引き入れようとして、失敗し、ロトシヨシが囚われると、 大層と共に、北京へ赴もき、老役人の彩服に黄金を渡して、除名嘆願した。後、両山白軍が北京を落とした際に、最新は、彩服の手引きにより、囚われていた老俊義、と年をし、石州らを解放した。108世世揃いの後は、第10位の高官として、金銭、両職を司る投領となり、利王と共に両山白の会計を務めた。が、 との東京へ現象説の灯籠見物に赴いた際にはこれに同行。遠征を引き連れ役人のふりをして宮廷内に潜入する。そこに世の大和だとして三島総工江波放浪、順二氏、OK、河北伝虎が挙げられているのを見て三島総工の文字を切り取って帰った。放浪性抜においてはカインと編名して遠征とともに敵の本拠に潜入し、 金芝公主と結婚して馬となり、主尺といに任命される。放浪軍の将として出陣し、総方らがわざと負けることで、放浪を安心させ、その油断を利用して遠征と共に、放棄を打ち取り、放浪の宮殿の方言道を大混乱に陥れ、両山白軍を招き入れる功績を挙げた。放浪征罰後は、武節将軍、横海軍と統制に任命されるが、 持病を理由に誇示した。創集横海軍に帰郷して富豪に戻った。悲劇的な末路を迎えた、両山白の多くの面々とは異なり、天寿を全うした。最新は水古伝の原型と言われる、大創戦は維持にもすでに登場している。ありがとうございます。